か渡れない。次に生きて渡る地上の出会ってしまうあの獣、震えて命乞いも無駄かもの。獣は叫ぶ、次に渡ってくる子は私より美味しいですよ。私よりずっと賢いし、どうぞ代わりにしてくれませんか。事情は丁寧に伝えるよ。獣は悩み、そいつが来るのはどうか。お前の代わり、こうして事情は